今日は、はい、トラバン令和の虎、緊急告知動画です。あ、はいはい、トラバン令和の虎ね。なんか正解がわからないまだ。でも1本2本取って、虎側と志願者の虎側がどういう立ち回りをすればいいか、主催がどういうふうに立ち回ればいいかっていうのは、この2回をやってみて反省点がめっちゃあって、最初はどうしていいか分かんなかった。なんか虎と虎が言い合いというか、お互いのさ理論を言っていくわけじゃない。でなっていくときにどっちに加担していいか分かんないし、まあ俺が虎側に入ったら志願者側じゃない、6対1になるじゃない。そしたら虎をいじめて楽しいかなっちゃうじゃん。だけど志願者側についても、志願者側に加担して王林させようとしてるかも出ちゃうし、だから俺はもう置物みたいなんですよ最初は。どうしようかなと思ってて、でもやっぱりなんか公平にジャッジする審判みたいな立ち位置、3本目からは立ち回れるかなと思ってるかな。ちなみにこれ、うん、いつ公開なんですか。6月16、5時なんで、明日明日放送です。だから最初はね、まあまあ試しにやってみたけど、結論今回がオールになったかオールになってないかってことは言えないけど、オールになることは相当難しいことは分かった。最初の希望ではね、10本ぐらい取るけど全員ナッシングでもいいかなと思ってるぐらい厳しくやりたかったね。でも虎の志願者たちは俺なら絶対オールになるみたいな自信を持ってるわけよ。だから志願者の場合ってさ、いやどうしようみたいな不安で出てくるじゃん。でも虎違うのよ、絶対にオールになると思って出てくるのオールにならないわけがないみたいな成功体験多すぎてポジティブすぎるんだよね逆にそれが面白いと。それがじゃあ見どころ、見どころだね。ちなみになんで会長やろうと思ったんですか、トラバン令和の虎って。いろんなところにトラが増えすぎて、何々版何々版ってトラいっぱい出てきてるじゃん。視聴者からしてみれば、このトラって本当にすごいビジネスやってんのかとか、経営者としてすごいのかってことってわからないじゃん。確かにわかんない。で俺が見てても視聴者目線でね、この社長さんって本当にノウハウあるんですかみたいな質問したりとかするわけよ。総じて優秀と思うのは青さんだね。やっぱり青さん理論的に質問することって、視聴者目線で見てても、ああそれ聞きたいよねって思うことをズバッと言ってくるから。でも的を外してる人っているから、このトラって本当にそんだけのスペック持ってんのみたいなのって、視聴者としての疑問も絶対あるし、俺も疑問あるし、トラのレベルっていうのはある程度担保したいじゃん。で中で最初からいるもう大物というかさ、で言ったら林さんじゃん。じゃあ林さんと新人のまだ20代の経営者の虎って同じ虎ですかってレベルなのよ俺の中では。でも若い虎が昔から出てるようなベテラン虎と同じぐらいのレベル持ってるんだって言ったら示してみるよ。だから示さないと誰も信じないじゃん。で虎もお前らとは違うんだと、新人でもお前らとは違うんだ、俺の実力見せてやるって言って見せてくれよと。でそうやって我こそは本当の虎だっていう人たちが出てもらって、自分の実力を示してくれると威厳が出るなと。よりね、あこの虎が出てれば間違いないなみたいな安心感があるじゃない。今は林さんが出てると安心感あるじゃない。桑田さんの立ち回りとかね、あのエンタメ的な立ち回りとか安心感あるじゃない。でもやっぱりみんながその実力を見せてこないと。だからビジネスプランは50点なのにプレゼンが120点だとか、とにかく面白くてまくし立てられてお金出しちゃったよみたいなのでも、その人の能力じゃん。このビジネスプランでそんなにうまく説明してそんなに面白くできちゃうんだみたいなのもありじゃん。だからいろんなそういう能力を見せてもらいたいと。中にはいるじゃん、ビジネスセンスよりも説明力とかエンタメ力に長けてる人とかいるじゃない。多分桑田さんとかってエンタメ力めっちゃ長けてるじゃん。で結構フランチャイズとかいっぱいやってるけど、じゃあビジネスを新規で作るのがうまいのかって言ったらそれはちょっとわからないけど、でもどんなものでもうまく説明しちゃう説得力とか、あとマネジメント能力、どんな人でもまとめちゃうみたいな、そこにすごい長けてるじゃん。だそこに特化してるプレゼンをしてほしいとか、それを見せつけるみたいなのもありだし、いろんなそれぞれの個性があるから、ちゃんと実力を見たいなと、だって試験ないじゃん虎って。基本的にだから一旦試験してやるよ俺が俺今金バッジ作ってるんですよ、虎の金バッジ。次の撮影まで間に合わせたいんだけど、その金バッジを完全オールの人にはあげると。だからまあつけてくれてもいいし、つけなくてもいいんだけど、まあ虎出るときにつけてくださいと。なるほど。じゃあ次から撮影のときにその金バッジをつけたら認められた人だと。そうそう、それで完全ナッシングあるじゃん全員が、はい、猫のバッジをあげようかな大人じゃない猫の缶バッジを今仕入れてるから絶対誰もつけてこないそういうちょっと他の虎にしてみれば、三浦さんふざけんなよと、そんな俺らを試すなよと思ったかもしれないけど、俺は視聴者目線だから、視聴者が偉そうにしてる虎が論破されるとこ見たいだろうなとか、偉そうにしてる虎が本当にやっぱすげえなって思わせるとこも見たいだろうなと思うんで、
まあだから長くはできないのよ。10人ぐらいまでかなと思ってるけど、もしかしたら俺も出るかもしれないけどね。おー、まあ俺も出てもいいんだけど、でもまあ出る人いなかったら出ようかなぐらいの新しいビジネス作って。結構虎の人たちがオールにならなかったら嫌だから出ない人たち、ひよってる人いると思うのよ。オールにならなかったら、オールにならなかったなりの自分のプレゼン能力の低さとか、ビジネスのロジック、仕組みの作り方、スキームが甘いとかね、マーケット調査が甘いとか、いろんな弱点に気づけるわけだから、それをブラッシュアップして自分のビジネスに生かしてくれよと。だから壁打ちに使えよと思うわけ。それを公でやって恥ずかしいと思うんだったら、そもそもひよってるよねと。そんなんじゃビジネスうまくいかないよと。俺も出てるし、令和の虎にはね、ウッシーバーにも出てるし、やっぱそれって自分の弱点を見つけたいから、みんなのいる前で自分の思うことを言ってみて、でダメ出しされて、それで修正するみたいなのもあるし、自分の言ってることは間違いないなって確信を持てるようになるしね、みんな納得してくれれば、それで小屋社もスタートしたしっていうのを、ちょっとみんなにビビらずやってもらいたいなって。今ね、少しずつね来てんのよ。僕もちょっと出ようかなみたいな、あとなんか満を持してもう絶対出てやるみたいな人もいるし、結構ねすごいよ、マジで。第4話目にすごい展開があるよ。マジっすか。すごい展開がある。そこまで本気なのみたいな人が結構すごいこと言ってくるんだよね。それもちょっとお楽しみに、その回は。ちなみにこれ、トラバンデーモンとかは、どういうルールなんですか。まあそのままだよね。その普通の志願者と同じで、どのトラが出てくるか両方わからない。今回はもっと慎重にしてるから、志願者が席に座るまで資料を渡さないから、トラに。徹底しても事前に絶対わからせないようにするっていう。それでオールになったらどうなるかみたいなんだけど、基本的には出資をするんだけど、これが基本投資、融資ではなく、お金を貸しますじゃなくって、株を買いますとか経営参画しますみたいな。で、一番ベストの形ね、俺の求めるあるべき姿は、5人の虎が完全オールになって、志願者で6人じゃん。この6人で協力して、そのビジネスを3年4年ぐらいで本当にエグジットしますと。本当に IP をさせるとか M&A させるってところまでをやると。そこまで追っかけたいのよ。で、これなんで思ったかって、まあ、いくつかの俺のポイントがあったんだけど、キャビアの鈴木さんっているじゃない。キャビアの鈴木さんと月例で毎月ミーティングするのよ。そこに寺田さんとか文さんとか平出さんとか高澤さんと俺とみんなが集まって、毎回ああだこうだ3時間ぐらい会議するわけね。そうするとビジネスでどんどんいい方向に進んでって、今やもうちょっとキャビアを世界展開しようよぐらいまで話が来てて、で日本のほとんどのシェアを平均キャビアが取っていこうと。それで海外に進出しようみたいな、グローバルな展開まで考えられるようになって。それってやっぱり虎の資金力もあるしね、5人の虎の資金力と、あとアイデアもあるじゃん。で鈴木さんの行動力もあるしね。でこういうのがやっぱり合わさると、チームとして機能するとビジネスってグロースするなってのがあって、ビジネスがうまくいかない理由の一つって、どっかでも話したことあると思うんだけど、チームをちゃんと作らないから。要はサッカーチームだとしたら、全員がフォワードだったら試合にならないよね。ディフェンスの人もいるし、キーパーもいるし、監督もいるし、11人の選手と1人の監督、合わせて12人でチームって動くわけじゃん。まあ補欠ももちろんいるけど、それがうまく噛み合った時にチームって強くなるじゃん。でもビジネスにおいては、なんか1人でいろんなことやっちゃうとするわけよ。1人で全部の能力に長けてる人いないから、じゃあ自分が営業に長けてるんだったら、マーケティングは別のプロに任せようとかね、じゃあファイナンスは誰かに任せようとか、そうやってみんなでチーム分けして役割分担してやればいいんだけど、でそういうチーム設計をしないなと思ってて、だからうまくいかないのよ。だから俺は今最近の新規ビジネスって全部チーム編成を最初にめっちゃがっちりやるのね。全てがうまくスムーズに進んでいくし、誰かが遅延するわけじゃなくね、みんな進んでってスタートするときに予定通りのことができる。だから今回の企画を思いついたわけよ。虎の可能性ってさ、令和の虎のあの番組内だけではなく、いろんなところに広がっていくと思ってて、それはもう上場企業を作れる力もあるし、政治を動かす力も出てくると思うし、社会全体を動かす力が出てくるから、その中のビジネスという部門だよね。虎が力をしたときどのぐらいの経済効果を生むのかとか、そういうのもやってみたいなと。面白くない？面白いです。面白いよね。完全オールになった人は3ヶ月に1回ごとぐらいは動画撮らせてもらったりとか、近況報告してもらって、だから FC チャンネルでよく近況報告してるじゃん。ああいう形で完全に追跡していくというか、最後のゴールまで一緒に見守りたいなと。もちろん俺もアドバイスするし、自分のできることは完全オールになった人には協力するからっていう
ね、一攫千金もできるし面白いと思います。それが明日から始まると。そうなんですよ、それが16日の5時から始まるんで、一回見てもらって、それでいろんなコメント書いてもらいたい。僕も主催としてどういう立ち回りするか分からなかったから一旦様子見ちゃったんだけど、次回からはガンガン入っていこうかなと思ってるんで、ジャッジとしてね、もっとやれやれっていうのもあるし、それやりすぎやっていうのもあると思うけど、いろんなのをまとめられるようにやっていこうと思ってるんで、2話目3話目4話目ってどんどん面白くなってくると思うから、まずはちょっと1話目見てもらって、うん、いろんな意見が聞きたいですね。じゃあコメント待ってます。はい、コメント待ってます。ぜひちょっと16日5時から、令和の虎チャンネルで虎版令和の虎やりますんで、ぜひ見てもらって、後編は僕のチャンネルでやるんで、前編の概要欄に貼ってありますんで、ぜひ飛んでみて見てもらって、もしよかったらチャンネル登録してください。待ってます。